はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、すごくたくさんリクエストをいただいているこちら、私のドレッサーを紹介していきたいと思います。過去にも何回かドレッサーの紹介をしていて、そこまで変化というものはないんですけど、結構リクエストをね常にいただくので、まあでも引っ越してレイアウトこちらとかね変えたりとか、改めてまた紹介していこうかなっていうふうに思っております。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。それでは紹介していきたいと思います。今の私のドレッサーの現状はこんな感じです。こっちら辺特にまだね決まってなくって汚いんですけど、まあここら辺は除いて、あとは大体こんな感じかな。でまずこの机、ドレッサーのこのテーブル、なんかこう引き出しがあるんですけど、これはね IKEA で買いました。この鏡も IKEA で買いました。でもね、なんかこれ引き出しがちょっと、私が物を入れすぎかわかんないんですけど、こっち側はすんなり開くんですけど、なんかこっちがねちょっと引っかかってるかなんかで全部開かなくなっちゃって、ちょっと壊れ気味なんですけど、ずっとこれ使ってます。こっちにあるこの引き出し、これはね Amazon だったかな。高さがすごい絶妙で、これめちゃくちゃいいと思って、しかも下キャスターになってるのでいいじゃんと思ってこれを買いました。じゃあ中開けていこうかな。オープン。こんな感じです。わかるかな、この中の仕切り、これ一応仕切りになってるんですけど、こうやってこの中の仕切りも IKEA で買いました。こっちから紹介していこうかな。こっちにはアイシャドウが入ってます。いろんなアイシャドウ、主にパレットかな、サンメイクとかリンメルとか 3C とかナーズのアイシャドウとかが入ってて、こっちもパレットなんですけど、これはナーズのやつで、これがねちょっと取り出しづらいんですけど、めちゃくちゃ一回そこも取らなきゃいけなくて、奥にはこういった長めのパレットとかがこんな感じで入ってます。こっちには主にアイシャドウが入ってます。でこっちもアイシャドウなんですけど、これだけちょっとハイライトで、まあでもなんか大きさ的にここしか入らなくてここに入れてるんですけど、まあパレット、イワグラムとかこういったアイシャドウをなるべく入るように入れてます、適当に。でこの奥もパレットですね。これはチークなんですけど、これはアイブロウか、アイブロウも入ってます奥にはアイシャドウパレット、長めのやつがずらって入ってますね。これはマスカラだな、こんな感じで入ってます。でここもアイシャドウパレット、正方形のパレット、 MAC とか 3C とかを適当に入れてて、でここはグリッターです。 MAC のグリッターとかが入ってます。この奥が主に丸型のファンデーションとかディオールのやつとかキャンメイクのとか、まあ、チークもちょっと入ってるんですけど、パウダーとか、奥もそうですね、パウダーとか、まあ、なんか入るように入れてます。そしてこっち、ここがもう全部チークです。ロレアルのチーク、私このシリーズすごい好きなんですけど、ルバーブラッシュのシリーズで発色がいいんですよ、すごい、こんな色とか。あとこのシリーズでめちゃくちゃ好きなのがこのハイライトなんですけど、このハイライトがめちゃくちゃ好きです。チプラで一番好きなやつ、ここら辺にはこれが入って、で奥は下地が主に入ってるかな、下地とファンデーションとか入ってます。入れてます。コスメ収納紹介ってこんな感じでいいのかなこんな感じで合ってる、大丈夫かな。そしてここは主にチークですね、ハイライトとかチークとか、結構ハイライトとかチークってこういう丸型のものがなんか多くて、こういうのをなんかずらっと入れてます。ここら辺はマックのが多いかな、奥までぎっしりちょっと取り出せないんですけど、こんな感じであって、でこっち側は四角めのチークとかもこういう感じで入れてる感じですね。でそして続いてこちら、これがアイブロウマスカラとかビューラーとか、あとコンシーラーとかが主に入ってるかな、こんな感じで、なんかちょっと短めの筒状のやつとか結構ここにまとめて入れてます。この奥はハイライトパレットとかパレット系のものを奥にバーって入れてて、ここはシェーディングですね、シェーディングが入ってたり、これはハイライトか、こんな感じかな。なるべくまとめてはいるんですけど、ちょっとまあサイズ感の兼ね合いとかで入らないやつとかもあるので、入るところに詰め込んでるって感じですねはい。こっちが全部これリップなんですけど、これはねロレアルのリップですね。でこれがゲランのリップです。こんな感じで入れてて、でこれがズーシーのリキッドアイシャドウです。でこっち側は主に MAC のリップが入ってます。なんか限定のやつとかが結構入ってるかな、クリスマスコフレみたいなのとかが主に入ってます。でこっちもリップとかが入ってるんですけど、ここにハンドクリームを入れてます。
最近ほんとハンドクリーム必須ですよね。めちゃくちゃ乾燥がすごいからハンドクリーム必須なんですけど、ここに入れてて、で奥にもリップがずらっと入ってるって感じです。そしてこっち側は、まあ、ヘアメイク系とかが主に入ってるかな、まあ、これリファなんですけど、ここにはゴムがあったりピンがあったりとか、これはあれですね、アホ毛をまとめるやつ、マスカラ状なんです、すごい使いやすいんですけど、入ってたりとか、これはワックスプロダクトとかジョバンニのやつとか、これが白のヘアバームですねとかを入れてます。でこれがメイク落としで、奥にはこれはピン止めとかヘアゴムとかちっちゃいゴムとかを入れてるやつです。であとはなんかつけまつげとか、これカラコンとか、これはピン止めとかかな、あとこれは試供品のファンデーションとか入れてます。引き出しの中はまあざっとこんな感じでございます。じゃあ続いてこちら行きますか。まず一番上が、これはね、主にアイシャドウパレットですね、が入ってます。ナーズとか、これズーシーのやつとか、これは鏡ですね、これも鏡ですね、メイベリンのやつとかがこんな感じで入ってるかな。なんかまとめたくてもやっぱサイズがあれとか入らないとかでなかなかまとめれなくって、仕方なくいろんなところにね置いてるんですけど、これはシングルのアイシャドウですね、こんな感じです。で続きまして2段目、ここがほぼほぼリップです、全部リップ。ここもねやっぱ結構ぐちゃぐちゃってしちゃうんですけど、なるべく同じ種類のものを固めて置いてます。 AC のリップとか、これマージー、これメイベリン、こっちもメイベリンあるんですけど、ロレアルのやつとかいっぱい入ってますこの下がそんななんか見せるほどのものとかではないんですけど、まあ、ポーチが入ってたりとか、あとはなんか日焼け止め入ってたり、ここにはまだ未開封のものとか、これは拭き取り化粧水みたいなやつで、まあ、ここにもストック、まだ空いてないやつが入ってたりっていう感じです。これがマニキュアですね、マニキュア、これもマニキュアが入ってるかな、こんな感じです。続いて上のこちら、このリップこれはもうね、私がもう本当に大好きなマックのリップたち、気づいたらこんなにいっぱい集まってました。まだねあるんですけど、まあ、こんな感じで並べてます。なんか気分が上がるので並べてます。で、あ、このボックス、透明のボックスなんですけど、これは無印で買いました。上がこれ3段になってて、で下は5段のやつを重ねてます、同じ大きさなので。で一番上は、まあ、リップですね、 3C とかメイベリンのやつとかマックとかナーズとかシューとかいろいろあるんですけど、主にこういう四角っぽい感じのリップを綺麗に入れてます。でこの下にはこれがロレアルのやつです。これがあのザラのリップとかディオールのやつとか、あとはなんかこうティント系とか入ってます。でこの下もリップ、これが 3C のリップで、ロレアルのやつとかリセとかですね。でここにはマックのあのシングルのアイシャドウが入ってたり、ディオールのリップが入ってたりっていう感じです。でこの下もシングルのアイシャドウですね、いろんなブランドのものが入ってるんですけど、こんな感じで入れてます。そしてこの下がちょっとパンパンなんですけどアイライナーとかアイブロウとかそういうのを結構入れてます。細めのなんかペンシル系のやつを結構まとめてグワーッと入れてます。でこの下がこれがマスカラですね、全部マスカラかな、こんな感じでずらっと入ってて、一番下はこれはもう全部メイベリンのスーパースティーマットインク、私の大好きなリップがびっしり入ってます。これはあのマックのリップ下地です。はい、で続いてこっち側、なんかあんまりドレッサーの上がどうしようかなって考え中であれなんですけど、とりあえずここにはこれもともと香水入れてたんですけど、ちょっと使い道がなくて、とりあえずなんかシュシュをわーって入れたら可愛いかなみたいな感じで入れてます。髪の毛縛る時とかここからパッて取れるしいいかなっていう感じです。こっち側には大好きなメイベリンのスーパーステマットインクのクリスマスコフレのコーヒーコレクションのやつを並べてます。これパッケージもすごい可愛いから並べたら可愛いかなと思って並べてみました。で奥にはマスカラが、これも大好きなマスカラなんですけど、ラッシュニスタをなんか置いてます、入らないのでこんな感じです。このゾーンはこんな感じかな。こっちがこれがね、引っ越した関係で一回ブラシをこの巾着に全部入れたんですよ。こういう感じですごいもうブワーって適当に入っちゃってるんですけど、もともとこれも IKEA で買ったやつなんですけど、透明のやつにこう刺して入れてたんですけど、なんかホコリをすごい被っちゃうなっていうことに気づいて、なんかもうこれでもいいかなみたいな感じで、とりあえず今巾着に入れてる状態です。ブラシの筆をこう上にしてこういう感じで立ててたので、どうしてもやっぱホコリを被っちゃうからどうしようって思って、今はとりあえずこの中に入れちゃってます、そのままですはい、こっちのドレッサーはこんな感じかな。
そして続いてこっちの棚なんですけど、ここら辺はね、なんかコスメ一応入ってたりするんですけど、まだどうしようと思って決まってなくって、適当に置いてるやつなので決まってないんですけど、ここにはコテが入ってます。この上は割と私は気に入ってて、まずこの棚なんですけど、これはIKEAで買いました。木の棚で、でもね、なんかブレッサーが真っ白だったじゃないですか。でこれが木なので、ここをねどうしようかなって、まだ考え中なんですけど、とりあえずなんか並べてみようと思って並べてみました。一番上から、ここはまあコスメとかじゃないんですけど、なんか指輪とかアクセサリーとかが並べてありますね。このお皿は H&M ホームで買いました。これはなんだっけ、フライングタイガーで、なんかお母さんが買ってきてくれたやつです。この透明のケース、これはねダイソーで昔買いましたね。まだコスメがそんなにない時はこれに入れてて、で今はこれをアクセサリーで、ピアス入れとして使ってます。ゴールドのピアスとかシルバー系とか、これは色物系とか感じで分けてて、こっちはこれがねめちゃめちゃでかいシュシュで、さっきのやつに入らないので、これだけはこっちに独立してます。このケースは H&M ホームで買いました。でこうネックレスとか、このピアスもでかくってさっきのケースに入らないのでこっちに入れてます。こっちはまあヘアクリップとかヘアピンとかですね。これどこだったかな、ストラディバリウスだっけ、多分ストラディバリウスで買いました。これがヘアクリップ、これ100均のやつで、これがイホリックのやつです。一番上はこんな感じでアクセサリーとか置いてます。でその下行くと、ここ結構色鮮やかな感じで気に入ってるゾーンなんですけど、主になんかクリスマスコフレだったりとか、パッケージが可愛いなっていうやつを主に置いてます。ディオールこれもクリスマスコフレですね、前紹介したやつ。ゴールドのリップもナーズのクリスマスコフレとか、これは最近ナーズから出たコレクションなんですけど、すごい可愛くてパッケージが飾ってます。このアイシャドウもそうです。でこれもディオールのクリスマスコフレ、これは前々回のクリスマスコフレのやつで、ここにはさっきのあのゲランのリップを、まあ、全部載せるのちょっと多いので3つぐらい置いてます。これめっちゃパッケージ可愛くないですか、上品な感じで可愛くて飾ってます。でここにはマックのあのスモールアイシャドウ、なんかすごい色が可愛かったので置いてみました。でこの奥はズーシーのリップです。アーティスティックな感じのパッケージで可愛いので置いてます。その奥はナーズのリップですねっていう感じです。でその下行くと、ここはもうマックゾーンですね。全部マックなんじゃないかな。ここら辺はライトフルシープラスのシリーズ、下地ファンデーション、コンシーラー、アイクリームとか乳液とかクレンジングとか化粧水とか、この奥のやつが化粧落とし、オイルクレンジングになってます。キャー、刺さるのはいいけどね、雪崩が起きるんですよ。こうやって戻すのが大変、気を取り直して。でここのずらっと並んでるやつがキットのすごいキラキラなアイシャドウで、その奥はプレッププライムフィックス、メイク崩れとかを防止するのにメイクした後に振りかけるやつですね、顔にがあります。でこっちもライトフルシープラスのファンデーションとかクリーム、クッションファンデとか置いてます。でこっち側はこれがね、あのニコパンダってやつで、なんか前にコラボしてたやつで、すごいパッケージが可愛いので飾ってます。でここはパッケージがクリアのシリーズ、これも可愛くてこんな感じで飾ってます。はい、ということで3段目はこんな感じです。で下行くと、ここはマックのアイシャドウがバーってあったりとか、リップがあったり、これ最近出たパウダーキスのやつなんですけど、すごい質感が良くて、ちなみに今日はこのリップ使ってます。これがパウダーキスリキッドリップカラーのインパルシブですね、を使ってます。でこの奥にはシューのファンデーションがあったり、ロレアルとかメイベリンとかのファンデーションがバーってあります。はい、こんな感じです。はい、というわけで以上が私のコスメ収納でした。どうでしたかね、前とそんなに変わってはいないんですけど、まあ、この棚は変わったかな。結構パッケージが可愛いものとかシリーズでたくさんあるものとかを並べてますね。なんか並べるだけでもすごいテンションが上がるしなっていうので、ちょっとここに置いてみましたっていう感じかな。ドレッサーの質問とかも結構あったりとかしてたので、 IKEA のドレッサーいいんですけど、ちょっとね、まあ、ぐらついたりとか、私みたいにあんま入れすぎると引き出しが壊れちゃったりとかしやすいかもしれないので、まあ、でも使いやすいは使いやすいです。たくさん入るし、まあ、こんな感じかな。はい、ということで今回は私のコスメ収納を紹介していきました。ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。